皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もスライディングシールで遊んでいきます。さあステージ19です。行ってみましょう。今朝ごはん食べましたよ。福岡ならではのあれですよね、何時間のうまかっちゃんさんのカップインスタントラーメンっていうのかね、からし高な味、美味しかったですね。皆さんもぜひ食べてみてください。まあ今はネットであれですからね、簡単に注文できますからね。さあ横が難しい、横というか、ああなるほどですね。わ、この右と左をどうやって消すかってことですか。あ、これ下、単純に下消せばよかった。まさか全然難しくなかった。上だけでなんかどうにかして消さないといけないのかなと思ったら、そういうわけではないという。こう一段下げればいいってことですね。それが横にずらすと、さあ、あと3個。まあ、これは簡単ですかね。ちょっと手を動かすのが止まっちゃう。どうしましょう。あ、こうして、よし、これで、あとはちょちょいちょいですか。どこ消せば。あと2個。何気になんかあれですね、消しづらいですね。さあ下がってきて、よし、これでいける。あと1回で、あ、これでいけるか。よーし、あれおかしい。どういうこと。今こうしましたよね、ちゃんと。これ種類が違うってことですか、もしかして。あ、貴重品が隠れてるってこと。おお、出てきました。そういうことですか。壊して初めて貴重品があるかどうか分かるタイプってことですね。さあステージクリア。おお、デコレーションがアンロックされた。リンゴの木植えたい。おお、食べたいですね、早く。ということで今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。